マニフェストのの私は最大の肝ですねポイントは財源案にあると思っています。と言いますのは、財源の制約がなければ、いくらでもバラ色の政策を掲げることができるわけです。現実的な財源案の中で、どこから優先順位をつけて、どこまでやるのか、それを示すのがマニフェストです。したがって、財源案が一番大事なんですよ。ここがおかしかったら、 この財源案がおかしかったらね、いい加減だったら、これ、マニフェストそのものがいい加減だってことになるんですよ。だからこれがね、本当にできるのかどうか、これが最大のポイントなんです。今ね、できるからってやじ言ってる人もいますけれどもね、代表選挙ではこれ、できるかできないかが最大のポイントだったんでしょ、民主党の代表選挙では。小沢さんはその総予算見直せれば、財源は生み出せるって言ってたんだけど、菅さんはそうじゃないっておっしゃったんでしょ。 だからこの財源は見直さなきゃいけないんじゃないですか、菅,さん菅総理としては。違うんですかあのマニフェストを実現するために、あの財源が大事であるということは、それはまさに委員のご指摘の通りだというふうに思います。財源を確保しながら、マニフェストでお約束したことを着実に実施できるように頑張っていきたいと思いますあのね、ですね民主党はもう、政権を取って1年経ってるんですよ、残りの任期も三3年切ってるんですよ。でですからねもうこの時点で このマニフェストの財源、きちんと検証して、本当にどこまで財源が導き出せるのか、それをきちんとやるのが、民主党の責任じゃないですか石井政調会長からですね、マニフェストの扱いについて、厳しい問いがございます。総理、そして野田大臣とも、ですね09年のマニフェストをできる限り誠実に実行すると。 まあこういういい答弁でございますそういう思いは私にもありますが、一定程度です、ね、地に足をつけて、地に足をつけて修正をしてきてる、同時に、この間の代表選挙で、菅総理が勝ったわけですから、そういう意味では、10年のあの参議院選挙でのマニフェストの一定の修正というのは、 ある意味で、私はあこれからそれをベースにですね考えていかなきゃいけないと、そう思っております、あのー、今の現場大臣の説明は、限りなく修正を目指す答弁だと思いますけど、総理はあのー、去年のマニフェストを最大限実現目指すとおっしゃってますね、微妙な違いがあると思いますけど、総理、どうですか。今現場あ担当大臣の話が あるいは私より踏み込んだ表現にまあ多少聞こえたとすれば、党の議論も、党の議論も、そういう形で進んでいるということの認識だと思います。ですから、本質的に私は25年に向かって、09年マニエストの実現を誠実に目指していくという、目指していくという姿勢には、私はお互いに変わりはない。 こう思っております。石井君あの、いつまでもですね。目指していく目指していくっていうですね。建前では困るんですよ。いや本当にですね。どこまでやるのか、これきちんと示すのは、私は国民に対する誠実な態度だとえ、こういう風うに申し上げておきたいと思います。